今日はアンパンマンのブロックで遊び、アンパンマンのお人形さんが入っていたよ。こんな感じで足を折り曲げてあげることができるね。そしてこれが回転遊具、ここのところにこうやって取り付けてあげてくるくるって回るんだよね。でここのところにはアンパンマンとアンパンマン号、そしてこっちはバイキン UFO だね。じゃあアンパンマンはこっちのアンパンマン号の方に乗せてあげようかな。こんな感じでくるくるって回転して遊べるんだよ。それじゃあ次はこれはシーソーだよ。こんな感じで右に左にこういう風に動くことができるんだよね。そしてバイキンマン、とっても位置が悪そうな顔してるね。バイキンマンをこっちの方だね、バイキンマンの顔が描かれてる方に乗せてあげて、逆の方にはアンパンマンに乗ってもらおう。こんな感じで両端にアンパンマンとバイキンマンが乗って、こういう形でこっちに行ったりあっちに行ったりして遊ぶことができるんだね。よし、それじゃあもう一つ、これは滑り台にはアンパンマンと食パンマンとカレーパンマンがいるね。あ、こっちの方にはアンパンマンだよ。そしてステップのところもカラフルになっていて、ドキンちゃんがこうやって登っていて、スルーって滑り降りる、こんな滑り台があったね。それからこれはブランコ、赤ちゃんマンが乗るブランコを作っていこうかな。これがブランコの台だね。そしてこれがブランコの座るところで、この横のところにこの吊るすやつをこうやって取り付けてあげて、そしてここのところに、あ、こっちかな、こんな感じで、よし、吊るしてあげて、この台のところに取り付けて、これでブランコこうやってゆらゆら揺らすことができるね。じゃあ赤ちゃんマンに、よいしょ、こうやって乗ってもらって、ゆらゆら揺れて楽しそうだね。